実はあるみたい。うん、何人かで聞くとね、実際はあるんだよ。要するに、役所の建前なんですよ。うん、国と市、あるいは県が、うん、いや、うちには、うちにおいてはそれが精一杯、それ以上はできません。うんうん、県は県の事情があって、うん、全部なすりつけ、なすり合ってるんですよね。うん、本気で何とかしようという思いが伝わってこない。と、うん、いうことは逆に言えば、そこを突破すればできるんですよ。うんうんうん、例えば、うちの、ここの街中だって、うん、こあの荒れ果てたところだけども、うんうん、例えば、まあ、アートステーションでもね、うんまあ、いいよ、よしあしは別としてもね、うんうん、国のお金を使って、うん、中心商店街活性化のお金を使って、うん、あれ立て直しできてるわけでしょ。それから今の当鉄のフィニーだって、うん、そういったやれるわけですよね。うんうん、そういう可能性あると思いますよ。だって国にしても、市にしても、うん、あそこもあのままでいいわけないし、うん、国立教員協会にしたって、国立公園のメインのそこの、うんうん一番いい場合、一等地がね、荒れ果ててね、そうそうそう、いいわけがないし、ね。ここにのね、ビスターただ、みんながね、本気に、ね、なんとかしようという思いがないなと思ってましたんで、我が掛け合い新聞ではですね、これを継続的に取り上げてですね、うん、ね、遠田港をちょっと休みやね、対策していきたいと思います、うんうんうん。で、それがまあ、湖畔だったんですよ。うん、で、湖畔の帰りに、焼け山へ寄ったんですよ、ね。焼け山ね。焼け山といえば、今話題なのは、うん、フラワーガーデン、お花畑。どうでした？ノーコメントですね。ん？あれ作ってんでしょ？まだ。ノーコメントですね。そうなんだ。ノーコメントっていうことは褒めれないっていうことです、ね。あ、そっか、ね。かなり問題がありますね。そっか。これね、私がノーコメントしますんで、皆さんも、ね、先にね、見に行ってください。うん、ああ、まず見に行くとね、わかります。だから私が言うと、それ、ほら、先入観植え付けますんで、ね、うんうん。ちなみにあれ見るときどっから行くの？場所はですね、カンポの宿、森のホテル、うん。森のホテルの東側、横手に道が、山を上がっていく道がありますので、うん、ギャーンとありますで、ぐるーっと上がっていくと、頂上に近い頃になると、うん、右に曲がると、右の道行くと、あのカントリーゴルフ場、うんねで。左に行くと、パークゴルフ場っていう分岐点がある、うんうん。はいはい、あります、あります。これをね、当然左の方行くんですよ。うん、パークゴルフの方行く、うん。そうすると、ぐーっとこの山を少し折りかかってくるんですよ、うん。で、折りかかってきたところが、実は、うん実はこっちからリフトが上がってきてるんですよ。うん、でそこがリフト、まあ、第2リフト第2ロマンスリフト。皆さんご存知でしょうけども、下から第1ロマンスリフトで、うん、で、ちょっとそこから歩いて、第2リフトが東へ行ってから上がっていく。今、その第2リフトの、うん第2リフトから見る西側斜面に、うん花を植えてます。うん、で花はどういう状況かというと、いわゆる畑の状態です。うん全部雑草、草を全部抜いて、うん、で、ある程度こう、きれいに整地して、うん、で、そこに線を入れて、ひまわりの種をまいたという状態、まだ発言してませんね。で、そのゲレンデの先っちょに、パークゴルフ場。